FM Fuji Golden Night Live Show Radical Lee 破壊王の夢まで敵代々木にあるスタジオビビッドから生放送中、ラジカルリーグ破壊王の夢までテキーラ。時間は10時を過ぎました。この時間はゲストコーナー、愛してると言ってくれ。今週の愛してるは9月24日に37枚目のシングルピンクレディのカバー曲ペッパーケーブをリリースしたモーニング娘。から亀井絵里さん、田中玲奈さんを迎えしておくします。お願いします。お願いします。ちょっとお二人、はい、見てこのファンの人の数、素晴らしい。私6時過ぎに来たんですけども、はい、常に超満員で、もうすでにすごかったね。嬉しい。もう素敵な情報をしましょうか、はい、こんだけ人がいて、はい、私のファンゼロですよ分けてやったね、やったー。でさっきね、こうね、このファンの皆さんがね、はい、この僕がやってる途中にこうどんどんどん叩いて、はい、こういっぱいカンペみたいになるでしょ、はいはいはい、ね、こう髪がね、はい、それね、私大阪から来ましたみたいに出すわけ、はい、で俺が「あ、そうすごいね」っつったら、はい、もう一枚ピッてめくって、はい、嘘って出すのよ。かわいがってますね。めっちゃかわいがられてんだいい加減しなさいよ、ほんと面白い。さあさあ、亀井さん、田中さん、はい、今日ですね、モーニング娘。代表して来ましたんで、はい、ビシッと宣伝の方して帰ってほしいんですが、はい、ちょっと質問1、2個していいですか。どうぞ、お願いします。この亀井さんがね、はい、本が好きってことで、はい、ね、僕本読まないんですよ、うん、はた、これから始めろっていうちょっと本をね、一冊ちょっと教えてほしいなと思って。それはちょっと難しい実はですね、初期の頃の自己アピールじゃなくて、自己紹介のあれなんですよ、はい、でも全く違くて、特技も知りません。全然違う。亀井さん今何やってんの。じゃあ趣味、特技何になってんの。趣味は寝ること。けど、特技は、うん、今ここに走ることってあるんですけど、うん、あの、なんだろう、下でもなく上でもなくみたいな、中途半端な速い方みたいな。それ書いてダメよ。じゃあだからこれ嘘つきですね言っちゃダメ。ダメ、それはダメだわ、まあふわっとしてるんだ。じゃあね、なんか、ちょっとこれはいただけない、うん、あ、なるほどね、今は変わったってことね。そうそうです、人間と一緒のようにね、変わったよね。じゃあこれは合ってると思うんだよね、田中さん、合ってると思う、ね、特技、変な顔をするって書いてますんで、うん、これして、これ若かったんですよね。え、13歳の頃です。今18歳なんで。13歳の頃、13歳の頃、もう5年も経ってんの。そうなんですよ、6年目です。大人になりましたな、田中さんも。そこからやってきて、どうもどうも。変な顔とかもできないです。もうできない。いやぜひね、うん、これラジオなんですけども、今日ファンの方もたくさん来てますから、ね、見たいな、田中さん。マジで無理。一緒にしませんか。ラジオ、この FM 富士で10万円なんとかしますから、やってください。10万円出しますから。何だよ、本当だ。そうです、そんな感じで一応出します。いつか見せますから。じゃあ分かりました、このラジオ中に田中さんがもししくったら、はい、ミスったら変な顔を全力でするっていうルールでいいですかね。あ、いいですよ。いいですよ。そうしましょう。亀井さん見たことあるんですか、変な顔。ありますよ。同期ですからね、6期のね、プリクラとかでは結構。あ、めっちゃします。めっちゃ写真とかは。なるほどね、まあ6期のよしみということで、はい、今日は2人の秘密とかも、はい、どんどん出して、はい、ファンの方がちょっと肝冷やすようなことも言ってください、はい、じゃあですね、はい、今日は1曲目まず歌っていただきましょうか、はい、どうしましょう。じゃあ曲紹介しています。ニューシングルです。それでは聴いてください、モーニング娘。でペッパーケーブ。聴いていただきましたのはモーニング娘。でペッパーケーブでございました。さあ、引き続きゲストコーナー、愛してると言ってくれは、モーニング娘。から、亀井絵里さん、田中玲奈さんをお迎えしてお送りします。お願いします。いやお二人忙しいですね、はい、いやこの今な、2分おきぐらいかな。そうですね、流れが早い。ファンの方が30人ずつぐらいこう移動していくんだよね、はい、すごいこれすごいねすごい、これいろんな方が全員から落としても100円ずつもらったらすごいことになるね。すごい、そうだ、落としてもみんなすごいすごいじゃん、もらっちゃダメですよ、もらっちゃダメですよ。さあさあ、田中さん、亀井さん、はい、まあ言うてもここ会ったの、お会いしたの初めてでみたいなもんですから、はい、まあ、僕はね、正直もう本当何が好きって言ったら、もうチョコレートよりモーモスって言ってるんですよ、普段。言ってるんですよ。チョコレートって。チョコレートよりドラゴンボールよりモーモスって、僕はもう常に、はい、とにかく好きなものはモーモスって生きてるんで、はい、僕は一方的に二人ともうマブのような気持ちになってたんですけども、そうでしょ、ほらほら亀井さん、ほらちょっと待ってってなってるでしょ、うん、だからここでどれぐらい僕たちこう相性が合うのかって、はい、
これでも今亀井さんがねちょっと厳しいですみたいな顔しましたけども、相性があったら僕しょうがないです、認めなきゃということで、こういうのを用意しました。夢的診断、ありがとうございます。どうも、これなんざと申しますですね、はい、今からですね、まあ、田中さん亀井さん、田中さん亀井さん、はい、で5問目が、2人一緒にということで、はい、僕と今からですね相性診断をやります、はい、んで、5問やって4問から5問ぴったりあったら申し訳ないんですけども、はい、これもしょうがないです、これルールですから、はい、メルトモになります。自動的に、すいません今携帯なくて、いや自動的に僕は携帯買ってあげますから、自動的になります。うそ、なんか無理やり大丈夫です、自動的になりますから、はい、で、2問から3問の場合は、はい、次どっかの現場で会った時に、はい、気分が良ければ、はい、教えてくださいという、ね、いいですね、ね、はい、で0問から1問の場合は、はい、今後仕事場で会っても、はい、完全にシカトしてください。僕が友達のふりしてね、はい、まあ亀ちゃん、タナちゃんみたいな顔して近づきますよ、はい、その時にもう完全にシカトして3メートル以内に入ってきたら、ぶん殴って大丈夫です。マイクで、マイクでぶん殴ってください。ね、それぐらいの気持ちでやりますので、やってくださいよ。はい、いきますか。じゃあ行きましょう。じゃあ田中さんからね、はい、順番でいきましょう。じゃあ第1問目です。第1問。福岡の美味しい食べ物といえば、田中さん福岡出身ですからね。はい。美味しい食べ物ですよ。いきますよ。せーの。明太子。僕が明太子で田中さんもつ鍋だね。ダメだ、あ、当てに行ってきたから合わせない。東京の名物観光スポットといえば、亀井さんは東京出身ですよね、はいはい、東京の名物観光スポットといえばですよ、はい、いきますよ、せーの、浅草。ちょっと一旦ストップしようか。二人とも俺が喋り出してから喋るのやめてくれる？嘘、そんなこと言えない。俺が例えば浅草のあの口になった時に取って入るのやめてくれる？ずるいよ。第3問言っちゃったよ。次田中さん、電化製品の中から何でも一つただでもらえるとしたら何をもらう？例えば秋葉原とか行って、はい、電化製品何でももらえると。何でもいい、一つだけ、はい、いいですか、はい、これ合わせていきますからね、はい、頑張れ。せーの、テレビ。なんつったなんつった、シャンデリア。あ、田中さん、ちょっと後で反省会ね。頭あるわけないじゃん。亀井さん、メンバーに中国の方がいますが、ですね、あなたの知っている中国語は？メンバー二人いますから、中国の方がね、はい、中国語を習ったと思います。さあ行きましょう、はい、せーの、シェイシェイ。あれな、こっちと思った。今、ウォーアイニーと思った。な、そうだよね。嘘。あー。はい。我慢。一緒だ。これ合わせよ。ペッパーと、言えば、いきますよ。せーの、ペッパーケーブル。合いました。ブラックペッパーにしてたかった。おいおい。田中さん。あのね、0問っていうのじゃなくて、ほら、1問ぐらい喜んでもいいじゃん、あっても。そうだね。ですね、まあ、今聞いてくださった方わかると思うんですが、ですね、私は、合わせに行ったんですが、お二人が無理やり外しに行ったって。いや、そんなひどいことない。悲しい結果になりました。今日は残念ながら、メルトモになれなかったということで、はい、ね、じゃあ来週もまた来ていただいて。いいですか、来て。来ていただいて、もうメルトモになるという条件で来てください。さあ、1問目から行きましょう。